ルイーズ・マウント・バッテン。ルイーズ・マウント・バッテン。1889年7月13日から1965年3月7日は、スウェーデン王グスタフ6世、アドルフの2度目の日。イ,イギリス海軍大将であった、ルートビ・ヒフォン・バッテンベルク、後改正し、初代ミルフォードイコール平文公となった、ルイス・アレグザンダー・マウント・バッテンと、ヘッセン大公女、ビクトリアの次女として、 ハイビゲンベルク城で生まれた。出生時の名称は、父は、ヘッセン対抗家に連なる人物であったため、皇女ルイーゼ・フォン・バッテンベルク、プリンシン・ルイーズ・フォン・バッテンバーグである。エディンバラ公フィリップは老いにあたる。父が、海軍軍人であったため、一家は、マルタのように異なるイギリス領土内を転居していた。しかし、休暇を過ごすために、ダルムシュタット郊外のハイビゲンベルクに、 しばしば滞在したし、イングランドに住宅も構えていた。子供時代には母ビクトリアに連れられてワイト島にいるヒーババビクトリア、女王のもとを訪れていた。一家は調和していたと言われる。ルイーズの両親は政略結婚ではなく幸福な相思相愛の関係を築いていた。ルイーズは特に兄弟と近しく、自身が亡くなるまで親しく接した。若い頃のルイーズは、 カフや王とは絶対に結婚したくないと公言していた。1909年に20歳のルイーズはポルトガル王マヌエル二世からプロポーズを受けた。ルイーズの王子であるエドワード七世はこの縁組を実現させたいと考えたが、ルイーズはこの結婚申し込みを穏やかに断った。王はルイーズの両親に娘の気持ちを変えさせるよう頼んだ。だが、ルイーズは マヌエルのことを推いていたにもかかわらず、先の宣言をまた繰り返した。第一次世界大戦中にはルイーズは看護婦を志願して、フランスの前線にある病院で約2年働き、後王立赤十字勲章を授けられた。1917年、父がイギリス貴族として、ミルフォードイコール平文公爵位を受釈すると、ルイーズはレディルイーズ・マウント・バッテン。 レティ・ルイース・マウント・バッテンと呼ばれた。しかし、ルイーズは皮肉にも、自分の言っていたこととは、正反対の相手と結婚してしまう。1923年11月3日、セント・ジェームズ宮殿の王室礼拝堂にて、国王・ジョージ5世や、両家の王族たちが、列席元、ルイーズは、スウェーデン王大使、グスタフ・アドルフと結婚式を挙げた。彼は、ルイーズの母、 ビクトリアの10枚にあたる最初のヒマーガレット・オブ・コノートと死別しており、5人の小持ちであった。イタリアに滞在する義母のビクトリア・フォン・バーデンとは、実際に会うことは少なかったものの、ルイーズは、生来の気さくな人柄を王妃に気に入られた。王妃が国外で過ごしていたという事実は、結婚当初のルイーズはこの時点では、非常に恥ずかしがり屋であったが、 ルイーズが王族としての義務を多く負っていたことを意味した。1930年にビクトリア王妃が亡くなると、ルイーズは正式に王妃としてのすべての職務を果たすことを期待される国第一の女性王族となった。実際に彼女が王妃となる20年前のことである。ルイーズは1925年に女児を死産した後、子供には恵まれなかった。 フィンランドソ連間の冬戦争の間、フィンランド人の子供たちがスウェーデンへ避難してくると、彼女は春の住まいとしていた、ウルリクダール宮殿の敷地内に、子供たちの住居を整え、毎日のように子供たちの遊びに加わっていた。戦争終結後に、子供たちが帰国しても彼女は子供たちと連絡を取り合い、後にヘルシンキへ出かけて、成長した彼らを訪問している。一方、 ルイーズは風変わりな女性でもあった。彼女はポメラニア愛犬を数匹飼っていて外国旅行にも連れて行ったが問題を引き起こすとまずいからと人前では犬を隠すのだった。彼女は常にクリプスホルム伯爵夫人やオルソン夫人という偽名を用いた。また非常に神経質な一面もあった。ロンドン滞在時、ルイーズは信号無視をしたり、 突然道路を渡ろうとしていたのだが、ある日、とうとうバスと接触してしまい、その際ルイーズは、私は、スウェーデン王妃です、と印刷された、小さなカードを携帯していた。どうしてそんなことをするのか、弟のルイス・マウント・バッテン教が尋ねると、もし私が路上で倒れて、人事不正になっても、きっと誰も私が誰だか気づいてくれないわ。私のハンドバッグを開けた人が、 このカードを見つけてくれるわよと言った。似たような話が伝えられており、ルイーズはお供のものにスウェーデン王妃と書かれたボール紙を持たせていたいう。ルイーズはスウェーデン国民に好かれており、彼女のユーモアと地に足のついた暮らしぶり、グスタフ六世やドルフもそうだったを高く評価されていた。ストックホルム市内では国王夫妻が全く二人だけで散歩しているのが、 しばしば見かけられた、護衛どころか、宮殿から誰もついてきていなかった。一目見ただけでは、夫妻は、どこでもいそうな、ストックホルムの老夫妻であり、王は、すれ違う人に穏やかに帽子をあげて挨拶するのだった。ルイーズは、ストックホルムの旧市街で買い物を楽しみ、毎週宮殿からやってきては、文字通りうろうろ歩き回っていた。ストックホルム市民は混み合った店内で、 振り返ると突然隣に王妃が立っており、織物やテーブルクロスを品定めしているのに出くわした。そして次の日の朝に新聞を広げると、ティアラをかぶったイブニングドレス姿の王妃が外国からの客を晩餐会でもてなしたという写真付き記事を見つけるのだった。1963年、ルイーズはグスタフ6世やドルフと共にフランスを公式訪問し、 大統領シャルル・ド・ゴールに強い印象を残した。晩餐会の際、ルイーズは大統領にこう話した。私がひどいフランス語を話すのをお許しください。私のフランス語は第一次世界大戦中の1914年に残酷の中で覚えたものなのです。ド・ゴールはその後パリで開かれたーヒルイーズを忍ぶ会に出席した。フランス大統領が フランス国内にあるスウェーデンの教会を訪れた最初の機会であっただけでなく、ド・ゴールがこの種の葬儀に参列したのはわずか2回しかない。1965年3月7日、数年来患ずらっていた病気のため緊急手術の後死去した。彼女が最後に国民の前に姿を見せたのは1964年12月に行われたノーベル賞受賞式だった。 ストックホルム郊外ソルナの王立墓地に、夫及び最初の日マーガレット・オブ・コノートと並んで埋葬された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。